里崎チャンネル。こんにちは、里崎です。今回はプロスペース里崎セレクション。とうとうこの時がやってまいりました。里崎セレクション、昨今イチローさんセレクションでちょっと炎上中でございまして、今このね、いろんな思いがあるプロスペースファンユーザーの皆さんに起死回生の新規行ってハッピーにレグゼね、屋台ゼ、全ての人がハッピーになれるね、嫌な思いはさせませんよというコナミさんの思いを組んでですね、里崎セレクション開催です。さすがやな、さすがですね、うん、これはもう人気回復とともにね、はい、この不満を一気に払拭させるには里崎しかおらんやろと。確かにね、大体よ、はい、今までいろんなセレクションあったと思うけど、プロ野球元 OB の選手なんで今まで来んかったんやって話や。確かに俺だけや、ずっとやってんの、大会にも参加して、うん、監督で3年前やけど、俺選手でも予選出てるからね。今年ガチでロッテ純正やってるからね。やっとですよ、やっと思い通じたかな。俺しかおらんやろ。確かに俺はもうプロスピユーザーからも多分認められてると思うね、うん、やってっからね、ガチでね、きっちりね、はい、ガチャも引いて、やってる、出演料回してんだから、やってるね、確かに。ということでやっと、ね、いつ来るんかなと思ったけども、やっとね。だから今回の里崎セレクションは、まあ、立て付けいるじゃん、はい、ルールね、立て付けは里崎が現役時代直に対戦して嫌だなって思った選手12戦。だロッテはまあチームメイトだからね、あれだけども、で、まあ、もちろん俺が出るから、佐々木セレクションで俺が出へんかったら逆やん。だ13戦だね。13人目登場する、ね、そうって中 で、はい、でしかも今回はですね、独断と偏見で数値も佐々木が決めます。はい、攻めますね。攻めで。それでしょ。だって俺は現役のプロ野球選手だった実績の中での、うん、ありとあらゆるゲームじゃないリアルな実写体験のデータ入ってる、特徴とか。確かに。全部入ってる。確かに。ね、プラス、はい、プロスペースやってるからユーザーがどういうのだったら喜ぶかっていうのも入ってる。入ってる。だからこんなやつおらんやろ。ユーザーのね、じゃあ VIP さんとかクレイさんとかね、ゼン、うん、ちゃんとか。いろいろね、選手いますけども、その選手たちはプロスペースのプロかもしれないけど、現役のプロ野球選手じゃないからわからないやん。で、現役のプロ野球選手 OB はやってへんねんからわからないやん。これ二刀流、今流行りの二刀流、ね、うん、前置き長い、行きましょうか。そうだね、うん、じゃあまずはね、パ・リーグから発表していこうかな。まずはソフトバンクホークス、松中信彦。三冠王やから、お前えげつなかったぞ。今みずほペイペイドームテラスあるから、もうテラスあったら80発ホームラン打ってたぞ多分。左中間もホームラン打てんで、スタンドインまで。もうインコースストライク投げれんかったもん、消えていきそうで。ほんとそれぐらい三冠王やで、平成最初で最後。えげつないよって考えた時によ、やっぱりホークスは松中さんやろって言った中で、ね、数値的に言えば、はい、データね、はい、弾道は、アーチストです。そらそうや。アーチスト、そらそうや。三冠王でアーチストじゃないって、はい、じゃあ何チストやねんって話や。で、特殊能力が、超広角だ。こう言ったよさっき、左中間にもあのペイペイで照らしちゃうで、スタンドインやで、ね、うん、スタンドインさせんで、広角以外は何者でもないやん。バット折れて僕中間行くでって、松坂から超広角ね、うん、で、うん、でもちろんアーチストね、うん、でチャンス、そうだって三冠王や、打点も稼いでんねん、チャンスに強いやろ。で、あの数値がね、85、85、53です。だからもうあのミパ同値です。で、守備はね、うん、ファースト、適正能力 B です。ゴールデングラブだから、ゴールデングラブで C 勝って、で何グラブやねんって話やん。ゴールデングラブ取ってるから、うん、で、レフト、E です。一応レフトも若干守れるから。あ、そうなんですね。うん、そうそうそう、だから、はい、レフト E、 E、 ファースト B、
ね、ホークス松坂さんです。で続いて西武アレックス・カブレラ。えげつないよこれ。まあ2002年シーズン3割3分3厘ホームラン55本やぞ。でヒット150本ぐらい打ってんね。あの3本に1本がヒットで、ヒットのうち3本に1本ホームランや。しかもあの最終戦、ロッテ対西武、はい、マリンで、はい、最終戦やで、ホームラン55本、王さんの記録かかってて、でよく日本ではね、昔ね、今はもうバレンティンが超えてるけど、昔はもう王さんの記録抜かせないように、そうリーチかかったりしたら、全部敬遠しててっていうになって、俺はまだその時ペーペーや、1リーグ行ったり来たりのペーペーが最終戦出てんねん、はい、でも山本浩二さん、当時監督、もともとジャイアンツね、はい、山本浩二さんが。逃げんな勝負やっつって、そんなもんっつって1カブレラ1番だから、ね、そう打席数を回すために、ね、でピッチャーはね、はい、高木さん、阪急ドラフト1位の阪急選手、高木さんでマリン最終戦ロッテ消化ゲームやで、超満員、カブレラの新記録見るためにザーザーザーで俺キャッチャー、はい、1回の表西武の攻撃1番指名打者アレックス・カブレラ、うわーってなって、俺は立ってるやん、全注目メディアも勝負が敬遠かっていう、で立っててずっとなかなか座れへん、おぶーなりながら座った瞬間大歓声と、で結局ホームラン打てんかって、全打席勝負したけど、でもえげつよかったよ、今ベルナドーム行ってみ、カブレラのなんか天井書いてるけど、あんな当たらんぞ。すごいな、うん、で考えた時に、はい、弾道アーティストやな、もちろんですね、アーティストじゃなかったらなんやカブレラ、アーティストじゃなかったらなんやねんって、もう高弾道が月行くでっていうんですね。で、徳能がね、超アーティストで、広角、それは広角やろ、だってお前、うん、これでライト、これでホームラン行くですか、ね、うん、しかも3割3分3厘やと、超アーティスト、広角、あとチャンス、それもうチャンスに回ったらえげつなかったよ。でね、数値がね、2と86、そう、3割3分3厘やからな、ホームラン88、あ、パワー88、で走力56、あと2位つけたらね、称号で、うん、S 行くから、パワーで、で守備 C、ファースト、守備ハンドリングうまかったよ、うーん、ゴールデングラブ取ってないけど、ハンドリングはうまかったから、はい、ファースト守備 C です、そんな下手くそじゃなかった、何気にカブレラは。続いて、日本ハム、小笠原道、ガッツさんね、ガッツさんはえげつなかったよ、お前。本当にあの人はイチローさんの後の首位打者だからね、福浦さんからガッツさっていうね、首位打者で札幌ドームとか関係なかったもんね、関係ないもう感覚入ってた、もうあの時のクリーンアップいけてないぞ、1番が飛距離田中健介、小笠原セギノール稲葉新庄や、その後もう癖あるわ、もう小屋の下位打線いたわ、えげつない、えげつない、そうか強いね、で高橋慎ちゃんキャッチャーでもう馬打ちで、9番金子さん、ちょっとホッとするかもしれんけど、金子さんに打たれて終わりや、バットコントロール謎にいいね、めっちゃ、うん、それはお前強いやろ、ピッチャーダルビッシュ、武田勝や、それは強いですね、それは強いですね、でリリーフ見てお前、武田久志、お前立山マイケルいるわ、それは強いわ、強い、えげつないで、そんなからやっぱりガッツさんや、ね、でガッツさんね、弾道ラインドライブやろお前、速いライナー系だから、確かにキョエンみたいな、そうそうそう、サムライオン、サムライだからラインドライブ、うん、ラインドライブで、数値が、ミート86、パワー83、走力63、で特動が超ラインドライブ広角チャンスです。で守備ね、守備サード A、 だってゴールデングラブやから、ゴールデングラブよ、でファーストも A、 ゴールデングラブだから、あとキャッチャー Aキャッチャーはこれ、もともとやれって言われたらできるから、もともとキャッチャーやから、もともとキャッチャーだから、キャッチャー F ついてる、やれって言われたらできるから、これはもう佐々木セレクションの特徴だ、やれってやってるとかやってるで、やれって言われたらできるから、もともとキャッチャーやから、これも使えるやろ、かなりいいね、使えますね。で続いて、オリックス谷義智、おお、谷さんえげつなかったよ、あんなに軽く振って、なんであんな飛ぶねんっていう、確かにそうですね、めっちゃ軽く振ってんねん、はい、俺もうあの力感具合知りたいもん
あのもう3割ぐらいでしか振ってないんちゃうかっていうぐらいゆっくりなんかブーンみたいな、バット長く持ってめっちゃ飛ぶね。あ、足クソ速いし、もう身体能力お化けやろねえ。って考えた時によ、俺バネしてタリさんのバッティング。ガチですか？うん、ちょっとあの雰囲気、あ、軽く持ってどうやって力加減で打つんやろうって、じゃあバネしてみたけど、はい、無理だった無理だった超高度、超理屈分かってないから無理だったわそんなあの軽くとか、もう軽く振れるけど全然飛べへんわ、 あんなみたいな。そのタリさんえげつなかったよ。すごいですね。でそう考えたらさ、タリさん広角にも打るし足も速い、ツーベースも52本かなこってね、うん、弾道ラインドライブ、うん、高弾道でもないパワーヒッターでもない、うん、でも中弾道でもない、うん、ラインドライブやな完全に。で数値はね、ミート85、パワー75、走力84、ね、だから称号で未走動地いけるから、うん、でパワーはやっぱり A はそんなないね、うんうん、で特能が、超アベレージヒッター、ラインドライブ、あとチャンスメーカー、うん、で守備が、レフトセンターライト全部 A です。そらそらそらえげつねえから、お前から田口谷一郎最強だよ。そのだから本当は元西さんも来るから、ね、元西さん守備うまかったから最強だよ。で続いて楽天岩隈久志、やっぱ岩隈やな、うん、2005年開幕戦、うん、楽天新規で、はい、今日は楽天いけるぜっつって、はい、言ったらいきなり開幕戦負けるっていう、嘘やろっつって衝撃走ったわ、いきなり負けたわ、嘘やろっつって、でも次の試合26対0や反動えげつないわ岩隈さん対戦してどういう感じですか？コントロールもいいし、だから全ての球種全てのカウントで投げれるからね。俺一番最初岩隈からホームラン打った時、まだ近鉄時代、はいはいはい、あの清水直さんと開幕してから両方とも4連勝4連勝対決ぐらいだって、はい、4月の終わりぐらい、はい、で今の大阪ドームで2003年かだから2003年だったから、その当時バッティングコーチ山下さん、俺8番ぐらいだった、もうその時は俺も山張りバッティングいけてるから、明らかにカウント取りのスライダーが多いと、簡単に入ってくる可能性も高いから、初球の入りスライダー狙っていくのどう思うって言うから、お、じゃあ狙っていきましょうかって、お、じゃあ狙っていってくれって言ってスライダーいきなり来て、思ってレフトさんとホームラン打ったからねほんで奈緒さん勝って、はい、で奈緒さんが月間5勝で岩隈それで負けたっていう思い出の試合の近鉄の時だけどね、うん、でもまあ岩隈ね、やっぱりね、岩隈ね、9位80、コントロール83、スタミナ79、9位制球どっちいけるよねこれね、いきますね、うん、はい。でね、特能がね、超コントロールで、タイピッチで、エースの風格あります。どこ行ってもエースです。エースですか？うん、エースで、球種はね、うん、ストレートとツーシームで、スライダーカットで、カーブで、シュートで、フォークスプリットあります、はい、これです。あるから、だってあるんやから実際に、うん、対戦してんだから、あんねんな。で続いて、ロッテ渡辺俊介、俊ちゃん、やっぱ俊ちゃん、俊ちゃんいるといったな、アンダースロー絶滅危惧種、最近でも出てきたいっぱい、ね、与座もいる、高橋で、ね、中川あと鈴木ね、うん、もいるし、どんどん出てきてるからね、増えたね、一時俊ちゃん一人だったからね、その後牧田、相田で山中ね、来てたけどね、そういった意味でも、まあ、俊ちゃん入れていこう、あんまり登場してないからソロスピ登場していこう。アンダースローも生かすゲームになってほしいやん、やっぱりこの未来のアンダースローのためにね、ってなった時に数値は78、81、81、球威78、制球81、スタミナ81、スタミナあるよあいつは、ね、これオールドーチいけるから、はいはい、で特能はね、対ピンチ切れ伸びで、球種ね、ストレートね、あとライジング、いや浮き上がる、浮き上がるやん、ね、うん、藤川球児、日の玉ボールだけちゃうねん、アンダースローも浮き上がんねんから、ストレートとライジング浮き上がるまっすぐね、うん、で、スライダーカット、あんねんから、俺がサイン出してんねんからさ間違いないねん。で、シンキングね、シンキング、うん、シンキング、この若干まっすぐもこのシンカーシュート気味にくるから、で、シンカー高速シンカーね、落とすやつと小さいやつある、はい、で、カーブ、これです、
ほぼ使えるやろ。すごいですね。だって俺がサイン出してから。確かに、こうあるから。もう石川張りのシンカー、シンカー、高速シンカーの投げ分けプラスストレートライジングでシンキングの投げ分けでスラカットね、うん、アンダースローも生きていく。まあこれでも嘘じゃないから。何でか知ってる、嘘じゃないか。サイン出してるから。そう。俺がサイン出してるから。で、佐藤崎あるけど、佐藤崎最後ね。で続いてセ・リーグ、はい、中日、和田和弘。やっぱ和田さんやろ、中日は。西武から中日もえげつなかったもん。和田さん三振取ったらめっちゃ嬉しかったもん。全然三振せえへんで、ほんま、バッター当たるから。しかもあっち向いて、ほいでこっちとこっち行くし。そうですよね。あ、超高、もうめっちゃ合格率ですからね。体反対向いてるんですもん、ね、そうそう、レフトに向いてて打球はないかみたいな。なんで究極あっち向いてた方も、それはもう引きつけて引きつけて打つからね。えげつないよ、バットも長いし、前さばきもあるし、引きつけるし、マジ三振取ったのかって。しかも元キャッチャーだからスローイングもめっちゃいいし、あ、何気にね。で、数値はね、ミート85、パワー82、走力58、うん、で、超広角、チャンス、粘り打ちあります。追い込まれても粘り打ちあるから、はい、うん、粘り打ちね。で、弾道はラインドライブです。ラインドライブやろ、これだからね。超広角とかじゃね、この弾道はもうラインドライブやろ。で、守備はね、レフト B、 ゴールデングラブやろ。ゴールデングラブは B 以上、はい、で、キャッチャー F ついてます。できるから。俺が入団した時、西武第2で5番つけて、あ、違う、その時まだ22番背番号つけてキャッチャーしてたから、和田さん。一軍伊藤さんと中島さんいたから上がられへんねん。全然、俺が入団してまだ2軍だった時、和田さんキャッチャーした、22番で普通に。なんかこんな長細いやつ、ウォーズマンみたいなマスクつけてたわ。そして次、カープね、はい、黒田博樹。やっぱ黒田さんやろ、やっぱカープは。カープの先発ローテで黒田さんが使われへんゲームはないやろね。で、数値はね、81、83、81、これどっちいけるから、はい、ね。で、超キレで、タイピンチコントロールね、徳能は、はい、で、球種はね、ストレートツーシームね、で、スライダーカットで、カーブで、フォークスプリットで、ツーシームファーストで、そしてシュート2種です。1個は5ぐらい曲がって、はい、もう1個は2ぐらい、シュート2種、うん、あるから。バックドア、バックドア、フロントドアあるから。入りましたもんね、確かに。あ、そうそうそう、あのシュートもめっちゃ曲がるからね、はい、うん、このシュート2種、なかなかないから、はい、このスピード。で、黒田さんだけ、もう何でも投げるから、黒田さん全部。対戦は？対戦あるよ、はい、黒田さん盗塁された。走ると思わんや。そんなもん、走ってスライディングしてたわ。あれどっかの福山とか、どっか、あの地方球場だったわ。俺、黒田さんからセンター前ヒット打ってるから、交流戦でも盗塁してた。アグレッシブやなと思ったもん。だからまだ2005年とか6年ぐらいだったかな。超アグレッシブだった。盗塁、ピッチャー盗塁するか、見たことないぞ。続いて、はい、DeNA 金城達彦。金ちゃん、まあ、村田も田村もすごかったけど、うん、金城はどこが長所でどこが短所かわからなかった。どこでもどこも打たへんけど、どこも打つね。あの動きの中で、動きはそうですね。もう野生マンだから、もう本当本能で打ってんのかなっていうぐらい、本当にあのここ行っときゃいけるかない、明確な弱点もないし、明確に打つとこもない。だからもうミスショットもするよ、振りまくるから。でもありえないとこも打つから、スイッチで。同級生、同級生、近代ね、住友金属ね、はい、ピッチャーだったのにね、うん、だ肩とかめげつないから。弾道はラインドライブ、ラインドライブしか逆にないやろ、逆に。近所でラインドライブじゃなかったら誰がラインドライブやって話や。近所が一番ラインドライブやって話や。なるほどね。で、徳能が超ラインドライブアベレージで悪球打ちです。悪球打ちないのよ、徳能。俺考えてる、悪球打ち。悪球打ちは、悪球打ちが出たらミートカーソルが中アップです。で、多少ボール球でも弾道の速度落ちません。それはもうストライクと一緒の効果、多少ボールでも。これが悪球打ちだから、多少ボールだったらもうそれがミートカーソル入ってたら、ね、ちょっとかぶってたらもう弾道は一緒です、ストライクと。これ悪球打ち。
うん、近所。濃いもんね、確かに。うん、だから近所か、角中もつくね。角中つく、悪気打ち、はい、うん。今のところは近所と角中が悪気打ちのポイントかな。うんうん、あと、いわきね。もしあったらね、あったらね、うん、これ悪気打ちつきます、はい、だからもう一歩間違ったら超悪気打ちでもいいけどね、うん、超いけたらね、そうね、うん、だったら出たらミートダイアップでボール球でも弾道変わらないっていうね、だから超悪気打ちラインドライブアベレージでもいいよね、で、数値が84、70、79です、ここは同値できないけど、これ悪気打ちがメインだからね、で守備はセンター B、ライト A、そしてサード E のセカンド E、最初守ってた、最初何やってるんですか、最初守ってるから、だからできるから、でもいいね、一応できるっていうだけ、できる、うん、サードとセカンド守ってたから、はい、ライトもこれ結構使い勝手いいやろ、ね、同値じゃないけど使い勝手いいやろ、めっちゃ、しかも総力も位置上げたら 80A になるから、そして続いて、ヤクルト岩村明人、やっぱ岩村エグかったよ、多分今の村上ぐらい、村上と同じぐらいの成績ちゃうか、あの当時ホームラン40発ぐらい打ってたから、軽くマリンで左バッターがレフトに打ってホームラン歩いたやつ初めて見たから今のまだラグーンないからで、はいはいはい、ちゃんとした周りでフェンスも高い時だから、はい、で右がレフトとかね、左がライトでとかバックスクリーンとかで歩いたやつ見たことあるよ、左が レフトで歩いたやつ俺初めて見てえぐいなと思って、だって打った瞬間ってことじゃん、確かに、えげつなかった本当。で数値がね83、81、79、うん、で特能が、超広角チャンスラインドライブで、サード A です、守備、守備えげつないからお前ら、でこれはヤクルトバージョンだからセカンド守れないから、ああ守る、うん、続いて巨人、グライシンガー、えごかったよ、超コントロールよかったグライシンガー、しかも全ての球種投げれてややこしかったよ、まあ、チームメイトにもなったけどね、そうですね、うん、数値が82、82、82です、全同値です、全同値、はい、で、得の方が超コントロール、キレ、タイピンチ、で球種がストレート、ツーシーム、スラカット、ナックルカーブ、スプリットにシンカー、そしてシンキングです、全部投げるんだから、なんでこれ投げるか知ってる、出してたら、俺がサイン出してたから、ね、俺がサイン出してたんだから、何の球種が良かった、カットが良かったね、あとはこの落ちるのね、あと何気にカーブもめっちゃ良かったよ、勝負球トレーンってくるやつの、あとまっすぐもコントロール良かったし、あと自分が納得しないとインコースいかないから、基本外の出し入れで、だから スコアラーがインコースいけインコースいけとかベンチがインコース投げろって言っても、本人グライシンガーセス自体が納得しなかったらインコースいかない、でもいけると思ったらいく、巨人とかで多分扱いにくいとか言われてたかも分かんないけど、それはベンチがセンスが納得してないのにやれやれ言うから言うこと聞かへんとか言うだけで、だからいけることを理解させたらどんどん投げてくんねん、だからそれを教えていかなきゃいけないから、そこをだからサインの中で教えていけば最後は言うこと聞くから、逆に聞いてくるから、どう思う、いけると思うかって、いやそれやめといた方がいいとか、いけると思うって言ったらどんどんインコース投げてくる、いけると思ったら、だからそこら辺のコミュニケーションがジャイアンツの時はやっぱりその本人納得してないのにやらせようってしすぎたことが問題だったんちゃうかって俺は思ってる、だからそんな全然気難しくもなかったし、めっちゃ勉強してるから逆にやりやすかったよ、こっちも勉強になるし、セス、それでも巨人で成績出してるんで、えげつない、すごいっすよね、えげつない、すごいっすよ、メンタル強い、メンタル強い、メンタル、超メンタルあってもいいかも、かる超メンタル、はい、全部の数値が当たりますみたいな超メンタルヤクルト巨人ロッテ行ってんねん、 で最後阪神、はい、マートまだ出てへんねん、やっぱマートンやろ、いきなり来て200安打やで、いきなり来てやで、しかもこれ特段使えへんけど、仮にパワープロだったらもうタックルついてるやろ、そうやねホームタックル、すぐだね、ホームタックル、アイカーと田中将彦両方ヤクルト行ってたからムカついたやろな、もう一気に言ってたから怖いって言ってた
でもマートなの、スーちゃん、ね、87、80、59だから S、 あのミーと S いけるか、称号つけたからね。で徳能が超アベレージ降格チャンスで、ライト C です。まあ、ライト守備はねそんな目立った感じもないから、ね、うん、ライト C で、弾道は、ラインドライブです。そんなパワー系でもないしね、広角でもないし、でも200本打つからね、うん、ラインドライブで、最後ね、はい、里崎、里崎の、年度は、侍ジャパン出てなかったんで、2006年 WBC バージョンになります。里崎4割9厘ホームラン1本、打点5、ベスト9獲得しております。ということで、ライン、弾道がラインドライブと、里崎セレクションやから。確かにね、セレクションはラインドライブ、はい、アーティストとか言ってないから、はい、ラインドライブ、4割9厘だからね。で75、75、60です、うん、もうあの何もしなくても、ミパド落ちです。で、キャッチャーが、A です。ね、ベストライン、ベストライン、そりゃそうです。で、肩 A、早球 B です。俺ホームから投げてバックスクリーン当ててんねんから肩めっちゃいいねんから A やろそれ。そうです。ホームからバックスクリーン当てて A じゃなかったら、じゃあ何が A やねんって言うから、ね、お前マリの外出さなきゃいけないって 海まで肩壊れる。で、特殊能力、超広角だってほぼ WBC の時両方ってやったの、大谷翔平より先にアナハイムのエンゼルスタジアムでホームラン宇宙間に行ってるんで、うん、超広角ね、そしてチャンス、そしてお祭り男ついてます、特殊能力で、お祭り男の行動は、最終回以降すべて、ミートパワーチューアップです。で、大会時、ミートパワーダイアップしますだからあるやん大会、はいはい、うん、大会の時はもう祭り男出たらもうミートパワーダイアップ、で、あの大会の時はもう初回から出るから、通常のランク戦は最終回から延長に向けてずっと出る確率があります。これです、これ佐々木セレクション13、よくない？いいっすね。どれも欲しいやろ、はい、全部俺考えて、めっちゃやっぱりこれはもう VIP さんとクレイさんも納得するんちゃう、これはもうやっぱ全員取るんちゃう、確かに、うん、確実にね。でこれ の, あのこれイベントも考えておる、イベントも考えたんですか？そう、佐々木セレクションのイベント、はい、で佐々木セレクションの、イベントはミックスなの、はい、ミックス前半はこの状況で1点取れとか、はい、ここ抑えろとかあるじゃん、ありますね、それをあの里崎の、ヒストリーのストーリーをクリアできるかどうか、2003年、はい、代打の代打出場で左中間にタイムリースリーベース、はい、おばあちゃんが亡くなった次の日 ね, ありますね、それとかね、成瀬のタイトルを確定するダルビッシュからの右中間の、スリーランホームラン、はい、あとは2005年プレーオフ、マハラからのファースト福浦さん、セカンド初芝さんの総力で、1打で逆転2点タイムリー、だから福浦さんもホームに帰ってこなきゃいけないからね、うん、これホームランじゃダメだから。であとはあのこれはもう仮想だけども、ピッチャー古谷、バッター坂口、ノーヒットノーランを完成させろっていうね、リアルは させれなかったからね、ゲームの中ではさせてあげたいっていう、これもうこれ打ち取るだけでいいからとかねっていうのを5個くらいやって、あと5日間は、里崎クイズですこれにあの正解していかないと佐々木セレクション、確定、S ランク契約書もらえません。おもろい、それはおもろいやろこれだからあのクイズも1日1回しか出へんから、で5日間の間で3問以上正解しないとたどり着けないから、その契約書が出る、危ないよ、危ないですね、うん、これ面白い、絶対もらえるわけじゃないから、うん、でも佐々木のこと知ってればもらえるっていう、佐々木セレクションやからできる、面白くない？だってクイズもあるやん、はい、だからそれあれを4択かなんかにして、で正解しなかったらあのたどり着かへんねん、 S ランク、これに佐々木イベント、もう考えて、いいっすね、いいやろ、これいつ出るんですか？これあいつそのプロスペースの中で佐々木セレクションが開始されるか、はいはい、まあ、いつやろな、えん、えだからいつかや、いつかいつかされたらいいなっていう、そういうことですか？勝手にやってみて佐々木もセレクションになったらこうやりますけど、だから全然来えへんねん依頼が、俺にもうイチローさんとか他の選手ばっかり行って、はい、全
然けえへんねん。俺やん。プロスビって言ったらもう俺やん。だから今までのやつは来たつもりになってやってん。そういうことなんすか。うん、来たつもりになって。だからもう依頼けえへんから、今イチローさんセレクションでちょ炎上してるやん、はい、だからここはやっぱりさすだけやろうっていうところで依頼も来てないけど勝手にやってみて、これどうですか視聴者の皆さんっていう、どうですかっていう、これが出たらどうですかっていう、逆にコナミさんこれどうですかっていう、もう営業や。そんなことやったんですね。うん、来てへんねん依頼。でもめっちゃ考えてる。でも面白そうっすけどね。いいやろこの三崎セレクション、めちゃくちゃいいと思う。イベントも、はい、いいやろ。コナミさんいつでもお待ちしてますよ。あとこれが再生回数めっちゃ回ってね、はい、広まっていけば、これいいやん、これやろうよってやったら、ひょっとしたらよ、ひょっとしたら年末のクリスマスもしくは正月あるかも分からへんよな。そうですね、うん、一番いいポイントでね、はい、このお祭り騒ぎ的な三崎セレクションね、はい、俺めっちゃ考えてる。現役プロ野球選手としても意見と、プロスピユーザーとしての意見を合わせて、二刀流の、あの仮想です、唯一無二の仮想です、はい、あのふざけんなっていうユーザーの皆さんいるかも分かりませんけども、仮想です。だからこれ今予定ありません、頼まれてないんで。でもまコナミの皆さん、佐々木とセレクションどうですか、一丁乗ったと、はい、よしこれで一気にプロスピ祭り年末にやろうとっていう、もしね、意気込み気合いありましたらぜひ連絡してください、ねね、あとはプロスビユーザーの皆さんね、これがいいってもう拡散していただければ現実になるかも分かんないからね、うん、そういった意味ではね、はい、ぜひね。ということで、里崎がもしセレクションをやったらこういう選手になります的な動画でした。ありがとうございました。